の特訓ってこんな過酷な環境の中でやるもんなのか。貴族の所作を学ぶためにはその中にある優雅さを身につける必要があるの。どんな劣悪な環境でもね。例えばここから先を見るととても険しい山道があるでしょ。もしきちんと教養のある貴族であれば歯が体に触れることなく優雅にここを通ることができるわ。それはもう貴族じゃなくて経験豊富な冒険者だろう。でもこれなら貴族の言葉遣いを学ぶときよりかはお前の経験が役に立つんじゃないか。おう、冒険の経験がここで活かせるな。自信があるみたいね。では始めましょう。優雅さを保つことに専念してね。吹き飛ばされたりするとみっともないから。上出来じゃない。私の予想よりずっといいわよ。あと少しで当たってたぞ。足手まといにならなくてよかったぜ。これでオイラたちも立派な貴族になれたんだな。いいえ、まだ始まりに過ぎないわ。さっき経験したのは一番簡単なケース。実戦ではあんな風に立ち止まって分析する機会なんてない。見て、前方に魔物を引き寄せる地脈沈積があるわね。激しい戦いの中で冷静に戦況を判断してこそ真に優雅と言えるわ。小さい頃から家族のしつけが厳しかったのよ。さ、行きましょう。犯罪の名において、くだらない。剣女盤石、くらえ、ちれ。天理チョーク、姿を見て。剣女盤石、影のカラスが優雅を求めている。やったわね。君がこんなに優秀だと思わなかったわ。雪山という環境下でも思い通りに行動できるなんて。私でも君のようにはできないかな。これならもう私から教えられることはないかも。さっき言っただろ、こいつは冒険に関してはすごく得意だって。これでオイラたちも合格ってことだよな。ふぅ、早くここを離れようぜ。オイラもう凍え死にそうだぞ。待って、私が褒めたのは彼女よ。君に関してはまだまだ特訓が足りないわ。オイラも特訓対象だったのかよ。ええ、そうよ。特訓の時君だけそこら辺をうろうろと飛び回ったりして全く優雅じゃなかったわ。私の教えをちゃんと聞いてなかったんじゃない。そんなことないぞ。オイラはずっとお前の身の安全に注意を払ってたんだ。どんな理由であれ私の話を聞き流したことについては忘れないから。はぁ、まったく。これを飲みなさい。なんだこれ。もしかしてオイラに毒を。違うわ、ホットミルクよ。凍え死にそうなんでしょ。温かいミルクでも飲んで体を温めなさい。おお、ありがとう。でも
さっきは恨めしそうに忘れないって。だからこそこんな心配をしているんじゃない。私が復讐する前に凍え死なれたら困るでしょ。だから小さいの死なないでよね。やっぱり変な人だぞ。復讐のためにしただけよ。感謝されるようなことじゃないわ。さてそろそろモンドに戻りましょう。所作の特訓も終わったことだし、次で最後よ。私の叔父に手土産を渡す準備をしましょう。いい考えがあるの。鹿狩りのサラのところに行きましょう。